アルディは、約440万年前のアルディピテクス・ラミトゥスの女性とみられる化石人骨に与えられた愛称である。エンジンの全身骨格として最初に発見されたルーシーやケンソン最古の幼児の全身骨格であるセラムなども100万年以上遡るアルディは、2010年代初頭の時点で化石人類最古の全身骨格を備えている。頭蓋骨、歯。 骨盤、手足など、初期ホミニンの化石としては最も多くの部位が残されており、重要な箇所の残存という点でも、ルーシーを上回る。その分析結果は、従来推測されていた人類と類人猿の最も近い共通祖先の姿を大きく覆すなど、個人類学の研究に大きな衝撃をもたらした。初めて研究成果が公表された2009年には、 米国の科学誌、サイエンスが、その年の最も顕著な科学的業績に、アルディに関する諸研究を挙げている。族の名前の一部であると同時に、全身骨格の相性にもなった、アルディは、発見されたエチオピアのアファール語で、第一を意味する。アルディの指の骨の複製、アルディの発見は1994年のことだったが、そのきっかけとなる発見は、1992年に、 遡る。1992年12月17日、ティム・ホワイトの調査チームに参加していた東京大学の諏訪元は、基地の種と異なるホミ人の葉を発見した。その葉は石ころに混じっていたため、諏訪のような化石人骨を見分ける訓練を積んだもので、なかったら見落とされていただろうとも言われている。その葉が進化の特徴を読み取りづらい、第三代旧種であったことから、 スワ自身には落胆する気持ちもあったというが、この歯の発見がきっかけとなり、周辺で新たなホミ人の発見が相次いだ。これが後にアルディピテクスラミルスと呼ばれることになる化石人骨群であった。その発見を踏まえて、周辺の調査がさらに続けられ、1994年11月に調査隊の一人、ヨハネス・ハイレ・セラシエが潰れた箇所もあったものの、 かなりの部位が残った化石人骨を発見した。これが後にアルディと名付けられた個体である。骨格が見つかったのはアワシ渓ケ中流域のアラミスと名付けられた場所である。アルディの破損は死後カバなどの大型動物に踏まれたものと推測されているが、それによってハイエナなどに食い散らかされる前に泥に渦漏れることができ、かえって比較的良好な保存状態になったと。 考えられている。アルディの生息環境は、類人猿のそれと類似していたと考えられているが、森林が多いそのような環境では、類人猿は肉食獣の餌食にならなくても、十下に落ちて死体が腐敗した後、骨も風化してしまうので、同じ時期の類人猿の場合、全身骨格どころか、骨片の発見すら極めて稀なことである。そのような貴重な骨が地表に露出し、 風化しないうちに発見されたことについては、ルーシーをはじめとする様々な化石人骨発見の場に居合わせてきたティム・ホワイトをして奇跡としか言いようがないと言わしめた。後に研究グループに加わる比較解剖学者のオーエン・ラブジョイもまた、初めてその骨格を実験した時のことを重要な部分がすべて残っていると気づくのに10分ほどかかりました。すごい。 まさに奇跡だと驚きましたと実感している。アルディの残存状況は良好ではあったが、その化石化は不十分で、そのまま掘り出そうとすると化石自体が崩れてしまう危険性があった。そのため、化石を見つけ次第、周辺の土砂ごと凝固剤で固め、エチオピア国立博物館の研究室に持ち込んで、慎重な復元作業を行うという手間をかける必要があった。 発掘された断片は125点に上ったが、アルディの実物に触ったことがある研究者は、スワ、ホワイトの他は、極わずかしかいないという。ルーシーの発見者の一人であったドナルド・ジョハンソンに、しても、公表直後に、エチオピア国立博物館から許可を得るところまでは、成功したが、調査チームの共同責任者のベルハネアス4の許可を、得られずに実験できなかったという。 特に頭蓋はひどく砕けていたが、前述の理由から実物を使った復元作業ができなかったため、諏訪によって CT 技術を使ってコンピュータ画像として復元するという手法が取られた。CT を使った復元という手法には、ボアチェ大学のミシェル・ブルネの影響もあったという。ブルネは現存最古の化石人骨であるサヘラントロプス、チャデンシス、トゥーマイの発見者であり、 スワは研究チームを代表し、2001年12月にブルネの元を訪ね、頭蓋骨の実物を前に詳細な専門的議論を交わしていたのである。この縁で、ブルネから研究チームに対し、CT 技術を使った復元の経過についての紹介があり、そのことが後にアルディを公表した時の論文の一つで、アルディとトゥーマイの復元頭蓋骨の比較を行うことに、 つながったという。アルディは、その復元や評価に時間がかかったため、すごい化石らしいという噂ばかりが広まっていたものの、公表されたのは2009年になってからだった。その成果は、サイエンス2009年10月2日号に掲載された11本の論文として結実し、アルディに関する様々な角度からの分析や、その生息環境について論じられた。 この特集は100ページ近くになり、その後全体の約半分を占めた。サイエンスが後に、この一連の研究を、ブレークスルー・オブ・ザ・イヤーに選出したというのは、冒頭に述べた通りである。この公表を受けて、マスメディアはアルディについてこぞって報じ、ディスカバリーチャンネルでは、公表から2週間と経たないうちに、早速、アルディの2時間番組を放送した。 日本でも10月2日の朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞などの長官各紙がこの公表を報じ、朝日新聞は11月3日付の長官科学面で、ほぼ一面を咲いた解説記事を掲載した。発見された時点では、最古の人類だったが、公表に時間がかかり、その間に、アルディピテクスカラバ、オロリントゲネンシス、 サヘラントロプスチャデンシスなどの500万年前から700万年前の重要な発見が相次いだため、アルディは公表時点で最古の人類ではなくなっていた。しかし、アルディよりも古い人骨はいずれもほとんど共通する部位を含まない断片に過ぎない。特に最古のサヘラントロプスに至っては、頭蓋骨しか出土しておらず、大高頭骨の位置から直立二足歩行の可能性が、 指摘されるにとどまっている。このため、現在発見されている範囲では、アルディは人類が類人猿との共通祖先から分岐した原初の姿に最も近い特徴を備えていると考えられており、前出のジョハンソンはロゼッタストーンに例えて初期人類の解明に寄与するものと位置づけている。アルディの歩行姿勢従来信じられていた人類と、 ルイ・ジンザルの共通祖先はチンパンジーに近いもので、ゴリラやチンパンジーのようなナックル歩行し、シユーの剣士には大きな精査があり、オスは大きな剣士を持っていただろうと考えられていた。また、そこから分岐し、人が直立二足歩行を獲得した時には、原始的であろうとも、現代人と同じように足の親指と他の指が同じ。 向きに並ぶようになっていただろうとも考えられていた。しかし、アルディはそうした資源的なイメージを大きく覆す特色を備えていた。アルディの身長は120センチメートル、推定体重は50キログラムで、身長に比べて体重がかなり重い。この重さは、アルディピテクスラミルスの死有の精査が小さかった可能性と結びつけられている。復元された。 頭蓋骨から脳の大きさは 300cc から 370cc と見積もられている。この大きさは700万年前のサヘランドロプス、トゥーマイの脳とも大差なく 300cc 前後に収まる、チンパンジーの脳とも大差のない数値と言える。前よりに位置する大交等校は、口述する直立二足歩行の特色を補強する。 原サ最古のトゥーマイの場合、眼下上流器にかなりの厚みがあり、メスのゴリラとみなす少数意見の論拠にもなっているが、アルディのそれは薄い。アルディの葉はそれほどすり減っていないため、正確な年齢は不明だが、若い個体だったろうと推測される根拠になっている。葉の摩耗の度合いなどから、アウストラロピテクス属に比べ、摩耗を促進する砂混じりなどの食物を、 あまり摂取していなかっただろうとも推測されている。アルディピテクスラミドゥスの全身骨格はアルディしか見つかっていないが、歯については少なくとも35個体分が出土しており、剣診についても20個体分の統計を取ることが可能である。最もよく見つかる化石が歯であるためだが、諏訪は単に大きさを比較するだけにとどまらず、エナメル質の厚さの測定や、 増下質部分の実の分析などまで積み重ねた。分析の結果、犬種の精査はかなり小さく、あるィはその中でも小さい部類に属することから、性別はメスと判定された。チンパンジーの場合、オスの犬種が発達しており、集団内でのメスの獲得や他群のオスとの争いに用いられる。かつては人もチンパンジーのように大きな犬種を持っていた状態から、 進化の過程で剣士を小型化していったと考えられていたが、アルディの剣士は、チンパンジーのように私有の性差が大きいものではなく、人が進化の過程で剣士を小型化させたのと同じように、チンパンジーも進化の過程で剣士を大型化させていったことを示唆している。アルディの時点で、剣士はそれほど大きくなく、私有さも大きくなかったことから、 ラブジョイは特定のオスが特定のメスに食料を供給する一歩一歩型のような関係が築かれていたと推測している。これはチンパンジーの多有ため型ともゴリラの数をため型とも違う関係であり、特定の祭祀に多くの餌を持ち帰るために両手を使おうとしたことが直立二足歩行を促したのではないかというわけである。他の歯についてはゴリラやチンパンジーが それぞれの植生の先行に合わせて葉を特殊化していったのに対し、そういう特殊化の要素は見られない。この事実は、アルディピテクス・ラミルスの食生活が、ゴリラやチンパンジーとは違い、特定の食物への先行を強めたりしない、雑食型であったことを示している。アルディの手アルディには残りにくい細かい部位も含めて、かなり良好な手の骨が保存されていた。 かつて人類と類人猿の共通祖先が類人猿に近いと考えられていた時は、それは類人猿がやるようなナックル歩行をやっていた可能性も考えられていたが、アルディの手の構造は明らかにそれと違っていた。体に比して手は大きく、現代人女性と大差はない。手の指が長いのは類人猿と同じだが、類人猿と違って手のひらが短い。 ナックル歩行をしていたとみなせる痕跡は見出せず、手で体重を支える時には手のひらをつくようにしていたと考えられており、樹上ではそういう四足歩行をしていたと見られている。樹上生活もしていたと言っても、腕の長さは類人ンザると明らかに異なる。腕の長さを足の長さで割って100をかけた数値を出すと、ゴリラもチンパンジーも100を超える。これに対して、 アルディの場合は、約90で、現代人ほどでなくとも類人猿との違いが見られる。アルディの場合、足の骨も、両好に残っており、足に関する重要な特色が読み取れる。現代人の足指は、親指と他の指が、同じ方向に並んでおり、これはルーシーなどで再えそうであった。しかし、アルディの場合、親指は、他の指と対抗的についており、 物を掴むことができた。ただし、チンパンジーの足は木の枝を掴むのに特化しているが、アルディの足は歩行にも適していた。足根中側部は直立に即歩行に耐えられる頑丈さを備えており、チンパンジーやゴリラには見られない、種子骨の一種が体重を支えられるように足裏を補強していた。また、親指以外の4本足は反らせることが可能になっていた。 それらの事実から、地上での移動には二足歩行を用い、樹上での移動には四足歩行を用いていたと考えられている。アルディの歩行能力は、後のホミニンに比べれば、原始的で、長距離の歩行や走行はできなかったであろう。足の構造が持つ、両面性からは、餌の獲得のために地上に降り、寝泊まりする場所はまだ木の絵にあったのではないかという、指摘もある。 原生人類の骨盤は上下に短く左右に広い構造をすることで直立時に上半身を支えやすいようになっている。アルディの場合、アウストラロピテクスアファレンシスのルーシーと比べてさえも上下に長くより原始的な特徴を備えている。直立二足歩行の能力で劣ったことが指摘されているが骨盤上部には直立歩行に適応するような要素も認められる。また、 木登りに適した特色が混在しているとも指摘されている。腰の骨と仙骨の近接具合がその後の人の構造に共通すると指摘するものや、腸骨にアウストラロピテクス属に共通する特色が見られると指摘するものもいる。生息していた年代である440万年という数字はアルディが発見された地層を挟んでいた火山灰層のどちらからも アルゴンマイナスアルゴン法でその数値が弾き出されたからである。結果として、アルギのいた地層はその間の100年から1万年程度のうちに堆積したと推測されている。また、一緒に出土したのは森林に生息する霊洋や猿の一種などの化石や種子、木片の化石などで、その生息環境には森林が身近にあったことを伺わせる。 前述の砂混じりの食物をあまり取っていなかったらしいという葉の特色もサバンナで暮らしていたアウストラロピテクス族と違いサバンナへの本格的な進出をしていなかったことをがわせる。アルディが暮らしていた環境は森林とサバンナが入り混じるようなものだったろうと推測されている。その推測はかつて広く知られていたイブコパンの仮説イーストサイドストーリーが誤っていたことを示している。 ありがとうございます。